シムテック、シムテック、シンテックはかつて存在したイギリスの F1 コンストラクター、レーシングチーム。1994年から1995年にかけて第一世界選手権に参戦した。代表はシャーシュデザイナーでもあるニックワース。シムテックの名前はシミュレーションテクノロジーの略である。チームカラーはメタリックパープル。 創設者のニックワースは、ロンドン大学を卒業後、空力エンジニアとして、マーチに就職。当時、マーチの共同オーナーであったマックス・モズレーに能力を認められ、1989年にモズレーと共同で、シムテックリサーチを設立した。同社は、他企業から研究開発業務を請け負い、モズレーの援護により、フィザからの仕事も多くこなした。ただし、モズレーは、 国際自動車連盟会長に就任すると、立場上シムテックの経営から手を引いた。1990年に BMW の F1 参戦計画に3、隠しマシンの設計に携わるが、この参戦計画は消滅し、BMW とは、翌1991年にドイツツーリングカー選手権向けの BMW3 シリーズの制作で協業した。 この BMW 用の設計は後に1992年にコローニの後を受けて、海一に参戦したアンドレアモーダの依頼を受けた際に復活し、同チームのマシン S921 として製作されることとなったが、足回りはスクーデリアイタリアの中古品を使用するなど十分な整備体制とは言えない状況で、予備予選でマシンをまともに走行させることもできず、1年後、 待たずしてチームは追放処分を受け解散した。その後、シムテックは1993年に、スペインのチームのマシン、S931 を開発したが、オーナーのジャンイコールフランソワ・モニエが休止したことによ参戦計画が消滅し、ブラボ S931 は日の目を見ることはなかった。1993年、ワースは自社の技術力を証明するため、 シムテックグランプリを設立し、1994年より、自チームでの F1 参戦を目指すことになる。シムテック自体には、レース経験がなかったため、1992年に破産したフルスのマーチから、旧知のスタッフを集めた。ワースは28歳という若さで、会一チームのオーナーとなった。エースドライバーには、デビット・ブラバムを起用し、 父親の元海一王者ジャック・ブラバムが共同オーナーに就任した。さらに、ドイツの技術開発会社、シュミット・モーター・スポーツと提携し、有名な音楽番組放送局 MTV がメインスポンサーに就任した。1994年はワースが設計した S941 で海一に初挑戦したが、第3戦のサンマ割の GP で、 会一デビューしたばかりのローランド・ラッツェンバーガーが事故死してしまった。その後、ラッツェンバーガーの後任として起用したアンドレア・モンテルミーにも、初戦スペイン GP の予選中に両足を複雑骨折するなどアクシデントが相次いだ。その後、大韓航空のスポンサーを獲得したが、慢性的な資金不足に陥り、セカンドシートに井上高友帆などのペイドライバー三人を乗せることで、 デビューシーズンを乗り切った。1995年は、ベネトンのレギュラーシートを失ったヨス・フェルスタッペンと野田秀樹を起用する予定だったが、阪神・淡路大震災の影響で、野田の個人スポンサーからの入金が遅れたため、開幕5戦は、野田の代わりに、ドメニコスキャッタレーラを起用した。少ない費用で開発された S951 は、 フェルスタッペンにより時に改装を見せるなど、そこそこのポテンシャルは持っていた。この S951 は前年の S941 に比べ、フロントサスペンションの設計などはオーソドックスな形となったが、前年にベネトンが使用したセミオートマチックトランスミッションの供給を受けるなどし、パフォーマンスの向上を図っていた。第5 0モナコ GP にて、 ワース代表は、次のカナダ GP に参戦するためには200万ドルが、不足していると、危機的状況を訴えたが、スポンサーからの支援引き出しに失敗した。カナダ GP を欠場し、ヨーロッパラウンドでの復帰を目指したが、結局チームは、解散を余儀なくされた。なお、野田は、シートマネーを収めて、カナダ GP から参戦する予定だったが、チームの撤退という不運に見舞われた。 二年間での最高成績は、予選14位、1995年アルゼンチン、GP のフェルスタッペン、決勝9位、1994年フランス GP の、グーノンと1995年アルゼンチン GP の、スキャッタレーラ。獲得ポイントは0点だった。チームオーナーとデザイナーを兼任していたニックワースは、後に、デザイナーとしての評価からベネトンに起用され、 ドリーバーンの公認として1999年までチーフデザイナーを務めた。その後、バースは、ワースリサーチを設立し、ホンダパフォーマンスディベロップメントと共同で、アキュラーアークス -01 を開発。アメリカンルマンシリーズの LMP2 クラスを制覇し、コンピュータ上の CFD 計算のみでデザインする設計手法が注目された。2010年と2011年には、 新公開1チームであるバージンレーシングのテクニカルディレクターに就任しマシン製作を受け負った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。